いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を吸収、守備していた黒田官兵衛と郭は窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも玉物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ、花公園たちは仲間を救援すべく出陣した。こりゃひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角度の立ちを救わなくては。あやね、はやぶささん、こんな形で戦うことになるなんて。ああ、嬉しいよ武蔵、やっと君と全力で戦えるんだね。ああ、浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。敵の増援かよ。だが簡単に合流させぬ。ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるよ。皆さんの美しさに負けてはいられません。この長春街も華麗に咲き誇りますよ。まるで噛み合ってねえな。足並みに不安は残るが、ああ頑張るぞ。上皇、あんたもか。見損なったぜ。いいやつだと思ってたのによ。渡れよ武蔵殿。拙者ら本当に身に覚えがござらん。少しは話を聞いてほしいんだが、血が昇ると会話ができなくなる立ちかな。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかねえ。これはまいった。まるで聞く耳は持っていない。おお、一段と冴えておいでですな。その首いただいた。かざるを得ぬか。敵将切ってあげたよ。来てくださると信じておりました。ご尽力感謝します。友軍は分断され、防御線は破綻。この状況を打破するのは難しかろうね。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃないって。お呼びですか。このゴール必ず封じましょうぞ。執着至極に存ずる。おお息子よ、無事で何よりだ。父さん、いいところに。いや助かったよ。来たか。ケイラの女性に感謝する。
この首いただいた。かざるを得ぬか。てめえらこいつらの仲間か。なら俺がまとめて相手してやるぜ。増援とはありがたい。これでなんとかなりそうだ。まだやられるわけにはいかねえんだよ。いやーありがたい、皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらはなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだ。武蔵ならば騙すのも容易だからな。ふん、羊が群れたところで狼には勝てん。この地に無様な屍を晒すがいい。そう、相手がたける獣ならばいい手があります。こちらの戦力も十分、一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力たっぷり拝ませてやら。奴の進路には弓兵を伏せてやる。その正射に合わせて背後をついてください。立派立派。大きだ、敵に矢の雨を降らせよ。ふん、小賢しい真似をする。弱兵どもが何本矢を放とうと無駄だ。背後からも兵が現れたか。面白い、この戦場を貴様らの血で染め上げてやる。美しい、行ってみっか。ぬるい、はい、ぬるい、うん、いつまでこのぬるい戦を続ける気だ。遠くから矢を追いかけても俺には当たらんぞ。そっちはにぎやかしよう。俺様の矢は当たると痛えぞ。貴様覚えていろ。あちらの勢力が盛り返しているようだな。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。竜様、私もお供します。なら私は正面から奴らを攻めるわ。うん、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 はて、かの忍びらが戦場から姿を消したな。怪しいね。行ってみっか。念のため兵を服しておこうか。見事な戦ぶり。容赦のあざなはダセじゃねえ。潰されたくなければ道を開けなさい。あなたは私が叩き潰す。やるわ。でもまだここからよ。潜入完了。門番は撃破したわ。これで門も開くはず。さすがの腕前だが、その時は予測通りで。これ式の障害押し通るのみ。そう、あなたは私が止める。行ってみっか。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。私が相手になる。竜様、申し訳ありません。まだだ、俺の戦いはまだ終わっちゃいねえ。変異で
従い参戦しようぞ。奥の手だぜ。ハヤブサさん、できるなら戦いたく。忍びたる者、情けは無用。全力で来るがいい。お前の信念、しかと感じたぞ。気に足りない。もはや刃を交える意味はない。ここは引こう。行ってみっか。昇格、怪我は大丈夫なのかよ。行ってみっか。まだ少々痛むが大事ない。今は天意に従い敵を撃つのみ。分かったけど、あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。ここまでかよ。なれなれ、うん、よし、よく言った。ぶっつぶす。はっは、立派立派。ふやざるを得ぬか。いつにも増して美しくありませんね。今日のあなたはまるで別人のようです。やれやれ、とんだ騒ぎだった。結局原因は何だったのかね。さあなあ、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。まあ、これくらいは当然だ。さて武蔵殿、俺たちを攻めた理由を教えてくれるかな。だから何度も言ってるじゃねえか。先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し打ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは、己の愚かさを不意調して回るようなものだ。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。こりゃあれだな、たまもの前とダッキの仕業じゃねえか。似たような話、ほら何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし相手は人ではないのです。何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ、急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。わかったよ、俺たちもお前らに力を貸すぜ。徳川と諸国の連合軍より報告です。龍頭山で玉物前を発見したとの。現地には偵察のため宝刀殿が先行しているそうです。うん、ついに奴を見つけたか。長き道のりであったが、奴に逃げられてはかなわぬ。我々も急ぐ龍頭山へ向かうぞ。